対局開始。お願いします。今日も京都っぽくやっていきます。戦型は何でしょうか。相手の方がまだわからない。ちょっとわかんないぞ。三権、三三銀型の三権ですね。早めに桂馬跳ねて狙っていくのも考えられそう。ちょっとわかんないな。ちょっと無駄に時間使ったな。同角、ここがなんか2号桂が当たりそう。なんか飛車切り三三桂成が2分30秒、一番いいか。ただ後続手が難しいな。でもなんか飛車短期だとね、なんかそんなやられない気はしてる。あ、飛車取らせていいっていう感じ。じゃああえて取らないぞって取らせていいならね、取った方がいいよね。2分、取っていいですよって言われたらなんか、あ、じゃあもっといい手探しますよってなっちゃうそんなもんすね。現状は大丈夫、馬が効いてるんでね。ありがとうございました。次はもう少し腕の立つ相手。